ただいま松友選手と高橋選手がご到着されました。皆さん各地でお迎えください。今日は本当にたくさんお集まりいただいてありがとうございます。本当にたくさんの応援をありがとうございました。松友の地元にこうやって2人で来ることができて本当に嬉しく思います。本当にたくさんの応援ありがとうございました。県民栄誉賞松友美咲殿、県民に勇気と希望、そして感動を与えました。おめでとうございました。4年後の自分たちがこう2人で頑張っていけたらいいなっていうふうに思うので、本当に今まずは来年の世界選手権に向けて頑張りたいなっていう思いがあります。ぜひ頑張っていただきたいと思います。多分本当にお互い負けず嫌いっていうところは一緒だと思うので、そういうところだったり、バドミントンだけじゃなくてやっぱり勉強も頑張るっていうところが本当にすごいなと思うので、やっぱり今の中学生の皆さんのお手本になるような本当に先輩なんじゃないかなと思います。でもやっぱり一番は本当にこうバドミントンに対してまっすぐこう全力で必死にこう取り組んでいる姿っていうのは、私のパートナーが先輩でよかったなって心から思っているので、子供たちの感謝の気持ちです。